コーディガー・ブラントは、アメリカ合衆国の総合格闘家。オハイオ州、ユーリヒスビル出身。チームアルファメール所属。元 UFC 世界バンタム級王者。UFC 世界バンタム級ランキング7位。コーディガー・ブラントとも表記される。プロデビューから4年後、強烈なパンチを武器に、無敗のまま、UFC 世界バンタム級王座を獲得した。 アマチュアボクサーだったおじの指導で4歳頃からボクシングを始めるがパンチドランカーになってしまうことを心配した母親がボクシングを禁じて代わりにレスリングを始めさせた。クレーモント高校時代はレスリングとアメリカンフットボール部に所属。レスリングでは1年時にディビジョン2で州王者に輝き2年時に準優勝するが背中の怪我でレスリングを休止すると母親を説得して ボクシングを始め、ボクシングで32勝0敗の成績を収めた。3年、4年時はボクシングに集中して、レスリングをほとんどやっていなかったが、全米選手権で5位に入って、オールアメリカンに選出されると、ディビジョン1の大学から、スポーツ小学生のオファーを受けた。アメリカンフットボールでは、3年時に、州代表のラインバッカーとして、表彰を受けている。 ディビジョン1の大学への進学を学業成績上の理由で断念し、ディビジョン2のニューベリー大学に進学するも中退。単行夫として働きながら、アマチュア総合格闘技で6勝2敗の戦績を残し、2012年にプロ総合格闘技デビューを果たした。地元のオハイオ州から数ヶ月ごとに、カリフォルニア州サクラメントのチームアルファメールに通って、トレーニングを積んでいたが、 2014年5月からサクラメントへ移住して正式に移籍した。2015年1月3日、UFC 初参戦となった UFC182 でマーカス・ブリメージと対戦し、スタンドパンチ連打で3四個勝ち。2016年5月29日、UFC ファイトナイト・アルメーダ VS ・ガー・ーブラントでバンタム級ランキング7位のトーマス・アルメーダと対戦。 1R 中盤に右フックでダウンを奪い、パウンドで小勝ち。無敗のハードパンチャー同士の試合を制し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年8月20日、UFC202 でバンタム級ランキング11位の水垣岩達と対戦し、パウンドで TKO 勝ち。試合後のインタビューで、FOX スポーツのコメンテーターとして来場していた。 UFC 世界バンタム級王者のドミニククルーズに向かってお前の顎を壊してやると挑発した。UFC 世界王座獲得2016年12月30日 UFC207 の UFC 世界バンタム級タイトルマッチで王者ドミニククルーズに挑戦。3R と 4R にパンチでダウンを奪い挑発を繰り返すなどの余裕を見せ3から0の 5R 判定勝ち。 王座獲得に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年4月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン25で、TJ ・リラ賞と共に、それぞれのチームのコーチを務めた。世界王座陥落2017年11月4日、UFC217 の UFC 世界バンタム級、タイトルマッチで、バンタム級ランキング2位の挑戦者、TJ ・リラ賞と因縁の対戦。 1R 終了直前に、右フックでダウンを奪い小寸前まで追い込むが、2R に、左ハイキック、右フックでダウンを2度奪い返され、追撃のパウンドで小負け、キャリア12戦目で初黒星を喫し、王座陥落した。2018年8月4日、UFC227 の UFC 世界バンタム級、タイトルマッチで、王者、TJ ラショーにダイレクトリマッチで挑戦し、 1R 終盤にスタンドパンチレンダーで TKO 負け、王座奪回に失敗した。2019年3月2日、UFC235 でバンタム級ランキング9位のペドロムニョスと対戦。序盤から激しい打ち合いを繰り広げるも、足が止まったところに、右フックでダウンを奪われ、パウンドで 1RKO 負け。試合に敗れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。 2020年6月6日、約1年3ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC250 でバーアンタム級ランキング5位のハファエル・アスンソンと対戦。序盤からスピーディーな打撃で試合を優位に進め、2アール終了のブザーと同時に右フックで失神小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞し、このノックアウトは2020年 UFC ノックアウトオブザイヤーの候補にノミネートされた。 2020年11月21日 UFC255 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで王者デイブソン・フィゲイレードに挑戦予定であったが上腕二頭筋を負傷したため10月2日に試合を欠場した2021年5月22日 UFC ファイトナイトフォント VS ガーブラントではアンタム級ランキング3位のロブフォントと対戦し 0から3の5はある判定負け。素早いハンドスピードと相手を一発で沈めるノックアウトパワーを持つハードパンチャー。試合中には相手を挑発するパフォーマンスも見せる。しかし、好戦的がゆえに熱くなって冷静さをなくすと大振りのパンチで打ち合う傾向があり、その際にガードが下がる癖があるため、カウンターの打撃をまともにもらってしまうことが弱点となっている。 ありがとうございます。